デザインヨアエナジー夢ある明日をの大阪ガスの提供でお送りします。奈良県大和郡山市に世界の VIP も訪れる迎賓館レストランル・ベンケイがあります。ゲストのために選び抜かれたインテリアや食器、地元の産物や自家製の野菜ハーブなど食材にもとことんこだわるオーナーシェフの小川さんは、なんとレストランの敷地の中でこんなものまで買っています。我が家の本当にピュアな蜂蜜を使いたい。最初の時なんか感激ですね。本当にあの最初にね、こうして根元の味っていうのはもうかけがえのない味ですね。今日は自家製の蜂蜜とアワビを使います。香味野菜と大根、白ワイン、塩、白粒胡椒を加えた水で1時間半ほど茹でたアワビの殻と綿を外し、切り込みにローズマリーを挟んで小麦粉をまぶします。これをオリーブ油とニンニクでソテーした後、バターを絡めて照りと香りをつけます。さらにレモン汁を混ぜた蜂蜜を塗ってサラマンダーで表面を炙ります。蜂蜜の焦げ目のプッとした香りがやはり表面に漂ってる風味と照りでしょうね。フォンドボーやビネガーを煮詰めたソースにも蜂蜜を加えます。アワビの綿のソースをかけたカブの岩塩焼きを添えて出来上がりです。蜂蜜の自然な甘さと香りとコクがアワビの表情と風味を輝かせます。デザインヨアエナジー夢ある明日をの大阪ガスの提供でお送りしました。